はい、こんにちは、ミカスです。今日はですね、アマゾン通信販売、通販の最大手アマゾンの話をちょっとしたいと思います。今ある通信販売、通販の大手といえば、まず思い浮かぶのがアマゾンと、あと楽天なんじゃないかなと思うんですけど、これね、同じ通信販売の会社なんですけど、アマゾンと楽天で全然違うシステムになってるんですよ。で、何が違うかっていうと、アマゾンっていう会社は自社の倉庫を持ってて、で、いろんな商品をこの倉庫に集めてくるわけなんですよね。で、楽天っていうのは、いわゆる なんていうのかな、いろんなお店があって、そこが楽天を通して品物を通信販売するっていう、そういう違いがまずあるんですね。で、ミカスチャンネルではもうね、ほぼアマゾンで買い物します。で、なんでそんなにアマゾンで買い物をするかっていうところなんですけど、まずアマゾンのね、メリットとして、何でもあります。家電でも生活雑貨でも、まあ、アウトドア用品だったりとか、車の部品だったり、バイクの用品だったりとか、まあ、パソコン関係、本まであるし、曲も買える、食品も買える。でね、もちろん同じものが楽天でも買えるんですけど、例えばね、シェラカップがあるじゃないですか。これスノーピークのチタンのシェラカップなんですけど、これアマゾンで買おうとすると、これ1個しか出てこないんですよ。なんですけど、楽天でそれを検索すると、いろんな会社がシェラカップ出してるわけなんですよね。しかも値段がもうピンキリなんですよ。バラバラなんですよ。まあ、なんでかっていうと、さっき言ったように、いろんな会社が楽天を通して販売してるわけなんで、根本的にその部分でまず違うんですよね。で、そうなってくると、まあ安いやつからこう並べ替えっていう風になるんですけど、お店によって送料が違う、納期が違う、対応が違う、まあ、そういうのがいろいろあるんですよね。もちろんアマゾンにも、アマゾンを通じて、まあ、販売してるっていうのももちろんあります。あるんですけど、全体で見ると、まあ、一部なんですよね。基本的にはもうアマゾンがアマゾンの倉庫でっていうのが一番多いですね。だ、そもそもお店行けばいいじゃん、その辺に売ってるんだったらその辺で買えばいいじゃんっていう話になるんですけど、なんかのついでに買うんだったらいいんですよ。ただそれを、例えばこのシェラカップ1個を目的に、シェラカップ売ってるところまで車でブーンって行くってなったら、もちろんガソリン代がかかるし、時間もかかるし、その点アマゾンであればポチッとするだけなんですよね。で、さらに言うと、お店っていうのは、例えばチェーン店だとしますね。で、そうするとバイヤーがいるわけなんですよ。この商品とこの商品を入れなさい。で、その商品が店頭に並ぶわけなんですよね。つまり何でもあるわけじゃないんですよね。そこの売れ筋だと思われる商品を置きなさいってバイヤーが言ったものしか置いてないわけなんです。つまりこのシェラカップ、これスノーピークなんですけど、ユニフレームのもあるし、コールマンもあるし、キャプテンスタックもあるしってなってくると、全部なかったら比べらんないんですよね。だけどアマゾンが全部売ってます。まあ、今シェラカップを例えにしたんですけど、それ以外にも何でもあるわけなんで、その何でもある中から選べるわけなんですよね。で、それぞれの商品にそのレビューが書いてあったりして、あ、こういう商品なのか、あ、この商品良さそうだけどこうなのかなとか、いろいろ参考にできるわけなんですよね。まあ、あの、自分がやってるみたいなこういう商品紹介でも情報は得られると思うんですけど、まあ、何しろ、まあ、何でもあるっていうのが一つのメリットなんじゃないかと思います。でね、送料、通信販売なんでやっぱり送料がかかってくるんですよね。なんですけど、アマゾンの場合ってアマゾンプライムっていうのがあるんですよ。アマゾンプライムっていうのが一体何なのかっていうと、まあ、会員登録みたいなものなんですけど、年会費がですね、いくらかかかるんですよ。ちょっと金額今ここ出しておきますね。ここにウィーンと。要するに年に1回しかアマゾンで買い物をしないんであれば、多分その品物1個の送料の方がその年会費より安いと思うんですよ。なんですけど、結構ね、そこそこ月にね、2、3個買い物するっていうんであれば、もうこのプライム入ってた方がお得です。この年会費の中に1年分の送料が含まれてるんですよ。しかもお急ぎ便っていうやつが選べるんですよね。会員じゃなく、プライムじゃなくてもお急ぎ便あるんですけど、プライムだとお急ぎ便が無料なんですよ。これがすごくて、例えばミカスはですね、茨城県のひたちなか市っていうところに住んでるんですけど、
朝ポチッとすれば、まあ品物にもよるんですけど、朝ポチッとしたら5時前にはもうね届いちゃうんですよね。楽天にもねアスラクっていうのはあるんですけど、非常にね限られてます。その地域地域ごとに、そのお店がどんなに出荷早くても、お店の場所と自分の住んでるところでやっぱラグがあるんで、その辺がやっぱりこのアマゾンのこの倉庫を持ってる会社の凄さだと思うんですよね。で、例えばあの家電を買って、生活雑貨を買って、車の部品も買いました。その中で生活雑貨が不良品でした。そういう時にあの返品の窓口全部一緒なんですよ、アマゾン。しかもその返品処理をこのパソコンの画面上でやると、貼り付ける伝票まで印刷できるようになってて、対応も素晴らしいんですよね。だからやっぱりさすがアマゾンだな、さすがこういうことで最大手になったのかなというところだと思いますね。さあ、ここまでアマゾンのメリットをいろいろ紹介してきたんですけども、実はねデメリット結構あるんです。まず1個目が、まあ、例えばまたねシェラカップ出てきたんですけど、まあ、シェラカップ、スノーピークがあって、まあ、他にもいろんなメーカーがいっぱい、まあ、あるんで見れるんですけど、実物見ないと分かんないってのってあるじゃないですか。例えば写真でこうシェラカップがボーンって乗ってても、どのぐらいの大きさなんだろうっていうところなんですよね。まあ数字でね何センチ何センチって書いてあっても、やっぱり実物見るのと見ないのではだいぶ違ってくるんですよね。それがわからないんですよ。まあ そのために三笠チャンネルではそういう商品紹介してたりもするんですけど、まあそういう短所がありますね。で、2つ目、レンズキャップを買いました。こんなね、こんなちっちゃいもんじゃないですか、レンズキャップなんて。で、これ1個だけ頼んでもこんなでっかい段ボールが来るんですよね。まあ、なるべくあのまとめて買った方が段ボール少なくて楽なんですけど、段ボールの処理が大変なんですね。で、もう一個、これもね、デメリットっていうのかな、見てるじゃないですかその画面を、あ、これいいなと思うと気がついたらでもポチっちゃってるんですよね。あくまでもそれは個人の問題なんですけど、ポチっちゃい癖がある人は危険です、危険です、はあ、危険です。で、まあ、何しろね、そのお急ぎ便が素晴らしいですよね。黒猫ヤマトの速さ素晴らしいですね。あ、ちなみにうちはですね、配達してくれるヤマトの人の中に同級生が一人いまして、お前んち多すぎだといつもお前んち来るようだと、なんかそんな話がね、ヤマトさんの中でねあったみたいですね。まあ、ということで、まあ、いろいろ話はしたんですけど、まあ、総合的に判断してアマゾンおすすめです。値段も安いんでね、物によってはね全然価格コムとかで調べるともっと安いのあったりするんですけど、やっぱその対知らないお店ではなく世界最大手の通信販売会社ということで、アフターフォローもすごくしっかりしてるんで、こうね、こうこれ壊れてるんですけどなんて言ったら修理しますっていうのじゃなく、あ、じゃあ交換しますねっていうようなね、まあ、物によりますけどね、まあ、対応もしてくれるんで、非常にアマゾンいいんじゃないかと思います。はい、非常に話が長くなってしまったんですけど、アマゾンがおすすめですっていうお話でした。以上です。じゃあね、さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。